A.C. ミラン、通称ミランは、ミラン・フェミニーレ、または、ミラン・ウィメンという称号でも知られている、ミラノ日本置く同盟のイタリアの株式、会社サッカークラブの女子部門である。ブレシア県カプリオーロを拠点とするチームブレシア・カルチョ、フェミニーレのセリエ A ライセンスを取得して2018年に、設立された。チームは、セリエ A に参戦しており、チェントロ・スポルティーボ・ビスマラを拠点としている。 ブレシアのセリエ A ライセンスを引き継いで2018から19シーズンから活動を開始した。セリエ A で12回の最多得点記録を持ち、女子として初めてイタリアサッカー殿堂入りを果たしたカロリーナ・モラーチェが初代ヘッドコーチに就任した。ミランの最初のシーズンは3位に終わり、UEFA 女子チャンピオンズリーグへの出場権を1ポイント差で逃した。 バレンティーナ・ジャチンティが21ゴールでリーグのゴールデンブーツを獲得し、ミランのチームメイトであるダニエラ・サバティーノは17ゴールで2位となった。2019年6月25日、マウリツヨガンツが女子トップチームの新監督に就任し、2年契約を結んだ。ありがとうございます。